はい、どうも皆さんこんばんは、カズマックスです。今日のサブチャンネルは本日のコーヒーでございます。はい、久しぶりに、ね、堀口コーヒーで買いました。ここのところ、まあ、カズマックスブレンドばっかだったんでね、久しぶりに買ってみようと思いまして、開いてみたらですよ、タンザニアのですね、皆さんキリマンジャロが多分まあ有名で知ってると思うんですけれども、ブラックバーン農園って知ってますか？あのすごくタンザニアが誇る優良産地なんですよ、農園かな。まあ、すごく有名なところで、僕も、ね、昔から好きなんですけれども、今年も、堀口コーヒーね、そのブラックバーンが入ったということで、はい、買いました。まあ、でもとりあえず、ね、いつも通り2つ買ってあるんで、今日はとりあえずブラックバーンを開けて、次で、もう1つを開けてみたいと思います。じゃあとりあえず開けますね。よし、まずこちら納品書と、堀口コーヒーのパンフレット、これ毎回入ってるんですよね、この堀口コーヒーへようこそで、あの焙煎と入れ方、結構抽出メソッドというか、はい、そういう丁寧ですよね。まあアバウターさんもそうなんですけど、で、こちら、はい、タンザニアのブラックバーンでございます。タンザニアブラックバーン、生成がウォッシュトで、品種がブルーボーン種とケント種ですね。はい、フレンチローソの豆でございます。キリッとした苦味の中に感じられる柑橘の果物のような甘み、フルボディという言葉がふさわしいしっかりとした口当たり、冷めてくると感じられるキャラメルのような、甘みも特徴です。なるほどね。でゆっくり飲んでも美味しいと、じっくり味わえるコーヒーってことですね。タンザニアのブラックバーン、まあ、フレンチローソなんでね、まあ、書いてある通りフルボディしっかり感のあるコーヒーだと思うんですけども、まあ、柑橘のが名残というか、あの系統というかがあると楽しみですね。よし、じゃあ入れていこう。いや、もうガテマラの、ね、サンタカタリーナもそうなんですけど、こう有料農園というかさ、もうここを買っときゃもう間違いないっしょ、もう勝ちでしょみたいなね、農園って本当にいいっすね。よいしょ、あーあーあー、いい香り。ああたまらん。いや、最近はね、実は豆の保存方法を、冷蔵庫に変えまして、今夏なんでね、結構暑いんで外気がもうあったかいからさ、あの結露も半端じゃないし、とりあえずまあ環境の変化もまあどうかなって、まあ、一応今まで冷凍ずっと置いてたけどね、まあ、今年からちょっと夏だけ冷蔵にしてみようかなとか、ちょっと気持ちの変化でやってみようかなって思ってます。その影響もあってね、香りがすごい立つんだよね、温度が高い分。あ、ずっと嗅いでられる。さて、それでは測りますよ。あ、結構豆大粒だな。おー、うまそう、プリプリだ。じゃあ 15g 使って200くらい落としてみようか。200か210くらい。はい、で持ってネクスト G で4くらいに引きます。ああいや、もうまさしく安定と信頼の香り、そして深入り、素晴らしい。よし、じゃあ入れますか。ああ、もう勝利。ああ、いや、もう約束されてるね、これは。温度はね、どうしようかな。88まで落とす。いや、ちょっと、90でいってみようかな。せっかくだからね、しっかりめでいきましょう。よっと。いい、すごくいい、しっかり感のある香りがします。まあ父の日ブレンドとかとはね、また全然違う系統だけど、はあ、最近ツバメが大きくなったらしくてね、ベランダの巣が結構やかましくなってます。
育ちが近いかな。まあいいじゃん、鳥の声を聞きながら、さえずりを聞きながらね、コーヒー入れて飲んで。まあ豆が少ないからね、いつも俺多少じっくりめに。最初にブラックバーン飲んだのなんかいつだったかな、相当前だと思うんだよね。多分高校くらいじゃないかな。まあさすがにどこで飲んだかまでは忘れたけど、まあ多分堀口コーヒーだと思うんだけどね。よし、あとはささか行きましょう。うん、オッケー、これで待ちます。189190200で下ろすか。よし、オッケー。3分15秒終了。さあ、美味しいコーヒーになってるかな。なってるよね知ってるじゃあ、いただきます。いいよ。なんだよ、俺はこのフルボディの感じのコーヒーがすごい好きなんだよ果実感とか、あの柔らかさももちろん好きなんですよ。だけどね、このフルボディ感、ほんとね、あの初めて出会ったのがやっぱ師匠のお店だからさ、あの時の感動がね、未だに残ってんだよね。あ、フルボディってこういうことかっていう、綺麗なコーヒーのこう苦味と合わさったやつね、深入りの。結構ほんと苦味もしっかりめにあるし、あ、で、キレいいっすね。かなりスッと消える、変に残らん。いいね、これはやっぱなかなかさすが、さすがブラックバーン。これまあ水出しも良さそうだな。しっかり系のコーヒーとしては本当に王道を言ってるというか、まあ間違いないところでしょって感じですね。もう勝利ですこれ買っとけば間違いないでしょって感じ。まあ父の日ブレンドとはまた別系統で美味しいですね。まあシングルオリジンだしね。あ、そっかそっかそっか。ちょうどね、昨日ね、父の日ブレンド飲んだんですよ、自分で。あー、比べるとやっぱりブレンドってブレンドやね。すごくね、こうブレンドって全体がね、すごくこう柔らかいというか丸いというか、こう総量が来るというかそれと比べると、あー、確かにちょっと感じ方も変わってくるな。あー、味がはっきりしてるね、すごくね。あーあーで、あーあー、確かにちょっとなんか冷めてきたら、柑橘の味ってハードではないけどね、本当に系統、やっぱりカズマックスブレンドでいうやっぱエチオピアのノガリが残ってるようなさ、やっぱ深入りになってくるとそんだけ消えるってまあ当たり前だけど、この名残がいいね。ほんのりほんのり苦味の中に、コクの中に、うまい。タンザニアはキリマンジャロというブランドが有名になるほど人気の産地ではありますが、ブラックバーン農園のコーヒーは果実感だけではなく、質感やフレーバーに優れ、その品質は同国屈指、同農園への信頼は揺るぎなく、これからも大切なパートナーとして共に歩んでいきたいと考えています。揺るぎない、揺るぎないね美味しい。よし、はい、というわけで、今日のカズマックスのサブチャンネル、本日のコーヒーでございました。もしよろしければ皆さんもね、こちら、タンザニアのブラックバーン、まあ、堀口コーヒーさんからまた今年も出てますんで、ぜひぜひチェックしてみてください。はい、というわけで今日はまた次回お会いしましょう。じゃあね。今ね、一瞬ね、あの、お休みって言いかけた。あの、最近ね、サブチャンはメインチャンネルも通るし、あの、夜生放送もするし、ドリップナイト。で、朝も、あの、いってらっしゃい放送メンバー限定でやってるから、メインチャンネルの方で。あのね、混ざるんだよ、お別れが。じゃあねと、お休みと、いってらっしゃいが。はい、今日は、じゃあねです。はい、じゃあね。